それまでは民主集中性を民主主義的中央集権性とも表現していましたが、中央集権性という表現もこの時に削除しました。第22回党大会への規約改定報告では、民主というのは党内民主主義を表します。集中というのは統一した党の力を集めることを指します。これはどちらも 近代的な統一政党として必要なことでありますとその意味を明確にいたしましたこの規約改定も党の組織と活動のあり方の大きな自己改革であり我が党は改定規約の条項と精神に即して活動を発展させてきました